Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamamasei Japan, and Taka Tokyo and Kemia.、Uh, in Japanese,、uh, Taka さんがですね、あの、World Grid というのを教えてくださいました。Uh, Kemia さんが調べてくださったところですね、これはプラト,プラトンですね、によって、まあ、 発見されたというか、書かれた、と言いますか、概念が、か、あの、作られた、ワールドグリッド、いわゆる地球上に引かれた線だそうです。で、これを見て驚きましたですね。あの、結局、まあ、どこが問題かというと、私はあの、生二十面体の地図、エイリアンたちは正二十面体の地図を使っているということを2年ほど前から主張してきましたけれども、プラトンがですね、私よりずっと前にこれを、まあ、はっ、 公安、まあ、概念を作っていたわけでありますけども、それと、まあ、ほぼ同じ。まあ、あの、プラトンの、あの、この、ワールドグリッドも基本的には、正二十面体なんですよ。あの、さらにそれを、ま、細分化してるわけですね。で、正三角形に分け,分けるのか、あるいは二等辺三角形に分けるかの違いがありますけどね。その で、こうしておいていますとですね、二等辺三角形に分けた方が、いろんな意味でこう、辻褄が合うというか、説明がつくんですね。そしてこの拠点と拠点をこう、つないでいきますと、まあ、今ご覧になっている通り、驚きましたですね。あのー、ぴったり重なっていくんです。まあ、これあの、今後、少しずつあの、精査していきますけども、こうしてあの、プラトンの考えたワールドグリッドに、実際の地球のね、 そして、地球上における、ま、古代遺跡、拠点中の拠点ですね。えー、テオリワカン、それから、モヘンジョダロ、それから、ギザ、それから、ナスカ、イースター島などを繋いでいきますと、この線の上で説明がつくわけです。明らかに地球というのは計算されて、苦走した場所が決められたということですね。で、まあ、あの、もう少し、ま、具体的に検証してみますけども、あの、 この二等辺線に三角形に分けるのは私は知りませんでした。もちろん、あの、これはな、どうしてこれを、あの、千二十面体を発見するようになったかというとですね、あちこちの遺跡を繋いでいきますと、エイリアンっていうのは距離にはほとんどあの、無関心なんですね。角度には極めて正確に、って言いますか、鋭敏にあの、反応しているわけですで。そういうところから、60、120という数字が頻繁に出てきた。 そういうことから、私はそれを説明するためには、正二十面体、いわゆる正三角形の集合体である、の形である地図を想定しまた、それでないと説明できないというふうに考えたわけであります。で、それがで、図らずも、今回、あの、タカさん、それからケミアさんの、あの、 が教えてくださったことと一致したわけです。例えば一つの例ですけども、これイースターと、から、タヒチ、ナンバドール、ガムですね。というふうにこう一直線つながっていくわけです。その先は、あの、モヘンジョダです。ウェイクと、いう右上、テオティワカン、ハワイ行くと、左、右、左ウェイクトギザというふうに繋がってきます。ギザは少しエラーが出ます。しかし、この間の角度が60,60,60 60 60ということになっていくわけですね。まあ、こうした現象があちこちで、世界各地で起きたわけです。モヘンジョダというのも起きましたし、えー 手をり和感でもあるわけですね。でそういった、その、ことを、あの、地図上で説明していくためには、こう、正二重面体の地図でしかないっていうことで、まあ、仮説を立てて、そしてその順に置いてきますと、今度は距離も、まあ、なってますか、この場合はですよ、一致していったわけですね。ですから、まあ、あのー、 生二十面体地図というのは、あの、ほぼ間違いないというふうに確信しております。で、まあ、プラトンがですね、さらにワールドグリッドというのを考えていたということによってですね、さらにその確信は深まりました。続くビデオをどうかお楽しみください。Thank you very much for your watching and see you next time. Bye.Hello.This is Hiroshihayashi, Hamamase Japan. In this footage, I would like to explain a little bit more about Hiroshi Hayashi's line theory, taking up an example of South Pacific uh, cross point in Japanese. In この物語がブライス・インタグリオスあの、アメリカのね、で始まります。まずあの、いくつかの拠点を皆さんにお見せしたいと思います。これがポポカテペティですね。テオジア間の南にありますが、最近ここのポポカテペティ火山を,を,を拠点にしています。で、その線をこのブライスに敷きますと、この手と重なるんですね。 腕はまさにポポカテペティを示していると、今度はギザのエジプトですけれども、ギザのエジプトから線を引いていますと、この、まあ、向かって左側の腕と線が重なるんですね、すなわち向かって左側の線はギザのピラミッドを示しているということになります、次に今度はもうンジだろうですね、あの世界の拠点中の拠点だけをまず選んでいました、この線はです、ね、胴体の向かって左側を通って、足の線と、大体,の大体部の足の線と重なりますね。 で、今度はイースタートです。イースタートから今度はブライス・インタグリオスに点を、線を引きますと、今度は向かって右側の、あまあ、この巨人の左足に重なりますね。このようにこの,、まあ、あのブライス・インタグリオスの線をですね、あの方向を示しているわけです。これは真顔ですね。真顔から線を引いていますと、これはあの、まあ、アジア大陸の拠点中の拠点です。真顔から線を引きますと、手と足の線とちょうどうまく重なる、手と重なるんですね。今度はアンコールワット。 あのプレアフィヘイでもいいんですけども、アンコールあったから線吹いてました。すると、これはあのやっぱりこの、ちょうどこの交点と交点を重なっていくわけです。この方式はサンサの在職台と同じ方式です。今度は北極です。まあ、最後に、まあも、もっとこの、いろんなところつながってるんですよ、この,あの線は、まあで。でもねあの、細かいところは今日はちょっと省略させていただきます。別のところで紹介しましたので、また見てください。このブライス・インタグリウスは、北を正確に向いてるということですね。 で、これがサーペントマウンドです。あの、アメリカのサーペントマウンドです。サーペントマウンドから、それから、えー、その左にあるのがカホフキアマウンドです。そして、えー、今言いました、ブライス・インタグリウスは、その真直線上、真直線上にあります。あのー、カホフキアでの横差は10メートルありませんね。で、ブライス・インタグリウス。この線をまっすぐ行きますと、えー、今日ご紹介します、えー。この線ですね。この線をまっすぐ行きますと、頭に点を取りましたが、まっすぐ行きますと、南太平洋クロスポイント。 クロスポイントサウスパシフィックと行くわけです。この緑の線が今あの、えー、サーペント、カオフキア、それからブライスを繋いできた線です。その反対側にあの、ワシントン地震があるんですよ。面白いところなんですよ。これでイースタートがありますね。イースタートから、あこれ今あの、緑の線があの、上の線があの、サーペントから引いてきた線。線がイースタートから引いてきた線です。ちょうどこうやって重なるんです。今、まあ、重なるわけですけども、これだけじゃ十分な線ね。今度はウルウルですね。 エアーズ6からあの手打といいでいます今言ったその拠点中の拠点をつないでみるわけですね、そうしますと、やっぱりここで重なるんですね、でここにはこれ、こ,こ,にこのポイントはただのポイントでないということは分かるんですけど、さらに今度はあ大占領とあ、まあ、南太平洋の最大の拠点であるルアペフ火山ですねあの、ニュージーランド。 北東にありますとつなぎます。そっとやっぱりここを重なるんです。すると皆さんなぜその、ここで大占領が出てくるんだとおっしゃるでしょまあ当然のご質問だと思いますね。まあここでみんな線が重なっていくんですけど、この大占領を見てください。この横、黄色い線はですね、サーペントマウンドからまっすぐ引いてきた線です。それは大占領、比叡山通り、清水寺の通り、進捗線から通るんですよ。そしてこの大占領やってくるわけです。 大占量はサーペントマウンドを向いているということですね。で、ここが今言いました。クロスポイントサウスパサフィックです。ここがニューカレドリア等です。の近くだということですね。で、これがまあ、ポイントになるわけです。ポイントに何かあるわけじゃないですね。クロスポイントチャイナにも何かがあるわけじゃないですけども、海底には何かあるかもしれません。あのその方向を示す。これが上が行きますと大船量、下行けどとラーペフですね。E スター島 それから、モリアアイランですね。あの、大使の隣の島です。大変奇妙な形をした島がありますから、面白いですよ。ここがポポパカティペティ。これが、あの、サーペントマウンド行く船です。それから、ハワイへ行くんですね。ハワイは、あの、キラウェア火山ですね。それから、ナンマドール。え、N がおしまいですかごめんなさいね。ポッポ、ポンペイ島です。これ、ガム島です。ガム島線は忘れましたので、あの、今、あのずっと北条氏が、あの、書きます、書き足しました。ギザー、それから、ウルウリエクセント。こういうふうになってるわけですね。そして、その間の角度を測ってみますと、まあ、あの、 正確に測ってみますと、こういう数字が出てくるんですね。で、その間の角度を測りますと、えー、こういう角度が出てくるんですね。まあ、あのー、これは計算で簡単に求められ合計と361度になりますから、どっかで1度の誤差、エラーが出てきました。えー、っと、そしてこれを、あのー、簡単にしますと、こういう数字が出てくるんですね。ということは、この数字見て、 これを偶然だと思うか思わねえかは皆さんのご自由です。それからイサート、モリア島ナンマドールガムと、そしてその先の、モヘンジュダルはチン一直線でつながっています。偶然じゃありませんね。計算されてますね。そしてその間の角度は60、60、60。モリア島では60、60、60になりまして、一つの橋ハワイへ60度で進みますと、これがまっすぐとギザのエジプト、エジプトのギザのピラミッドへとつながっていくわけです。まあ、これも偶然というふうにはちょっと考えにくいですね。 で、今度はこれハワイから見まして、ポポカテーペイティ火山それからモーリア島の間の角度は90.00なんですね。これ綺麗に90.00できます。反対へ行きますと、イーストポールに行きます。イーストポールとウェストポールをつないで、えー、インディアンヘッドツカーになぎますと三体に正確に3対2の距離で割れります。上へ行くとギザです。まあ、このようにですね、最初に紹介しました、ブライスのインタグリウスは一体何であったかということは、もう皆さん分かりですね。今申し上げました、拠点が全部ここへ網羅されているわけです。他にもあのいっぱいあるんですよ、この あのインタグリウスは、ああの今、細かいことを言いますとね、皆さん通じ様合わせだと言いますから、今日は省略させていただきました。主なところだけを今日は紹介させていただきました。このようにですね、まあ、あの世界、世界と、まあ、今日は一つの、えー、ライン理論を皆さんに説明いたしましたが、明らかに、えー、こ,うこうして世界の,、ね、あの拠点は、あ 空を飛ぶことができた人、すなわちエイリアによって、正確に区画整理、または計画されているということなんです。この点をつないで方向を示す方法は、サンサの大食材でも使われています。そのことはサンサの大食材でも説明いたしました。点だけではね、わからないものですから、こうして絵でカモフラージュするわけです。Thank you very much for watching and see you next time. Bye!Hello, this is Hiroshihaya Shi h a m m a City Japan. In this video, it's my pleasure that I can talk about the mystery of g a s Map or Alien's Map,、uh, proof of I guess, a i c a s a Headlam Map. In Japanese,、uh, 異星人たちが正二十面体、いわゆる正三角形を中心とした地図を使っていたということはたびたび証明してまいりましたが、 まあ、今日改めてもう一度取り上げています。ハワイ、それからウェストポールですね。まっ、あ、すぐ上行くとモヘンジョだろうです。そして下がイースター島です。えー、こう地球のあちこちを調べてますと、ですねこれプレビヒア下あ、右下がなぜかですけども、このようにきれいにこの角度で分類できるところがあるんですね。ただの、あのー、場所ではなくて、非常に重要な拠点である場合が多いわけです。えー、ギザーそれから、まあ あのこうした角度できれいに分かれてくるわけですね。まあ、こうしたの角度、多少1、2度のエ,ラのエラーはありますけども、あの偶然と見るべきかどうかというのは大変、まあ、皆さんの判断に任せます、でこれはもう一度、テオティワカンから今見たのをです、ね、実際の地図の上で皆さんに見ていただいております。 キュタヒチアイランド、イースアイランド。次にあのいあのナスカ、ここでナスカ抜けました。ナスカという文字が。そしてウェストポールですね。そしてあの左上、まあ、右上行きますとギザは60度で行きます。で、この角度がこういう角度になって出てくるわけです。で、まあ、あのラクス右上が30,60になってますが、この45,40 45度終わったらどこ行くかですけども、アゾレス諸島のピコ行くわけですね。で、今度はもうちょっとあのナスカの上がったら手打ち和間の位置をちょっとこう、 90度を右の方うにずらして見てみますと、まあ、今度はハワイとの関係が分かってくるわけです。でハワイという島も、ですねこれまた綺麗いな角度で分かれて出てくる島なんですけども、これウェストポール、それからナスカとくるんですけども、あのー、ここが90度になるわけですね。えー、っと ハワイからの距離もこれあの、ハワイからテオティア間は90度ですね、でハワイからもう一回、上空から見てみますと、タヒチ・ナンマドール、人工島ですね。 そして、ナンマドール、ガムあの。タヒチ、イースター島、タヒチ、ナマドール、ガム、それから、モヘンジョダローは一直線でつながっていますで。90度、90度、90度という出てくるわけです。まあ、今度は別の角度から、今度タヒチから見てみたいと思います。で今日はタヒチをテーマにしてあの考えてみたいと思うんですけども、えー、こ,こっちはマウント・ギャンベア、こっちがテオティワカンですよね。で、この距離がほぼ同じであると。7000キロでしたかね。で、モヘンジョダロがまっすぐ行くとモヘンジョダロ、下へ行くとイースタートと。 でイースター島とハワイの距離もほぼ同じだったと思います。あの後でお見せいたします。で、この角度が60、60。あの61と右の方うが60、59.1度の,あの誤差はあります。あのでもあの、このイースター島からモヘンジョダル行く線はあの、テオデア間からに対しては120度シャープです。えー、この線がですね、太平ギザハワイを取って、あのギ ギザへ向かいますここはあの右上がハワイで、えー、そのまままっすぐ行きますとギザのピラミッドに行くわけですね。 エジプトへそしてこの緑の線がこれがあのマウントガンビアでタヒストってテオテワカンいってその先でピコアゾレスのピコへ行くわけですねでもピコには何かがあるってことはこの辺りで私は気がついたんですけども、うん、まあ断定的にはまで言えませんけどもひょっとしたらアトランティスの発見につながるかもしれませんこれがタヒストですでまあ緯経度はこういうふうに示してみたんですけどもこれは正二十面体アイクサヘドロンのあエイリアンたちが 使っているあれ神々の使っている地球儀、いわゆるテレストラルグローブですね。で、上が模片上だろう。60度で行くと6模片上だろうと。で、大7から今度イースター右下がイースターランド行くわけですね。で、これも60度だと。でも、あのちょっとあの60度で見えないのは、あのこれはの。 いやいや,いやね上の方から見てるから、できるだと、こういうまあ位置関係にあるわけです。で距離を測ってみますと7000、7000でこれはまた不思議なんですね。あの不思議というか、あのマウントギャンビアと大地、それからテオティワ間とピコモコの7000キロなんですね。6900 50とか60とい数字ですけども、まあ、7000キロとで、あのー、タイチから、あのー、イースター島と大地からハワイの距離も同じなんです、そしてこのぐるっと回って、右の方がギザ、左の方がモヘンジョーラ行くんですけど、ここはあの2000キロほどの差があります、そこでですねこの一辺はで約ですよ、これはあの1周が4万キロですから、それを橋へ割るとこの距離になる、そしてこれは5で割ると、一辺が8000キロになるわけですね。ということは、今までの伸びてきた数字とほぼ一致するわけです。 このアイクサヘドロンはあの直線距離ですからねあのこれ球体にしますともう少し伸びるわけですけどもあの伸びるということは長くなるわけですけどもほぼ一致するということなんですよね。というようなことからあの、まあ、今日はあの気中を中心としてあの メーの証明をししてみましたあのただあの、どこがねあの中心と言いますか、頂点だということはあの決まっていませんのでご注意ください。Thank you very much for watching and see you next time. Bye.Hello, this is HiroshihayashiHama m e r c e d e Japan, video number 267.Today's story is about Mount Pico in the Atlantic Ocean. There must be something. or something must be there at peak mount pico. this is a story about it. sometimes i happen to meet a very strange uh, mountains and valleys, uh, sort of a places, and one of them is mount pico in the atlantic ocean. now it is in portugal. this is a story about it. first of all, i would like, to, I like you to watch this here. watch here. this is todiwakan, sort of an international hub, hub airport. For ancient pilot, this is uh, this line will take you to Mohenjo Daro, up to the nose, up to the nose, okay, and this line will take you to Pravihia, which is a sort of a major foothold for aliens in Asia, and this this is Hawaii, as a matter of fact, Mau Maui, is uh, next to Hawaii Island. Uh, hawaii is a collection of islands as you know tahiti island uh, as a matter of fact this uh, line it just shows that uh, Moria muria island next to uh, tahiti island Moria island is a very strange island too anyways this is east island east island and this this is line would take you to west Bowl. Uh, sorry nascar is also here right and the mid between the here that I forgot to write down and this line we take it together at the angle of 60 uh, okay and these lines uh, these lines uh, makes uh, each of these two lines will make 45 degrees uh, approximately 45 degrees and 30 degrees 60 degrees 60 degrees but there is not a line between them at the angle of 45 so I draw a line at the angle of 45 Okay, now this, this line it will take you to Mount Pico. This is uh, Mount Pico in Pico Island. Okay, so I found Pico here. So I just, uh, maybe you say that this is a coincidence, but this is a, um, Mount Pico is a very strange mountain, mountain too, uh, which is uh, sort of a, um, in a now, now in a, is a sort of a world, one of the world heritage. This is a Mount Pico. In the Atlantic Ocean. This is Mount Pico. Sounds very good. Mount Pico, 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 all right? Easy to remember. And this is uh, Mount Pico and in Ma uh, Pico Island. But there are nothing ruins here, just only the highest mountain around here, Mount Pico. ラインと赤道を横切るラインの交点を西極点としています。大変重要な意味を持つ拠点ということになります。その西極点からティオティワカンにラインを引きます。そのティオティワカンとですね、今度はモヘンジョラを線でつなぐと正確に九十度になります。で、その九十度の角をですね、二つに割って四十五、四十五にしますと、そのラインは正確にこの ピコ山にやってきますでこのピコ山には何かがあるはずだということになります。で今ご覧いただいているのがピコ,ピコ山ですけどもあのティオティワ間はですね正確にモヘンジョダロを向いていると同時にですね西極点の方向も90度の角度で向いています。でそのピコ山からナスカにラインを引いてみます。でこののりはですね世界の 山々からのラインが集まっているところですその1本のラインがこのラインということになりますけれども右上から左下に引いてきたラインがですねこの黄色いラインがつまりピコ山から引いてきたラインということになりますでこの黄色いラインはですねこの長い長大で長い、まあ、長大です長いラインほど重要な拠点であることを示すわけですけれどもそのラインと正確に重なります もう一度繰り返してみますがでこのラインと重なるということはですねピコ山がそれだけ重要な意味を持つ山であることを示しています。 in this video, i would like to talk about the mystery that this word uh, were uh, apparently arranged mathematically or geomet geometrically by aliens. and i will show you some examples um, how uh, the aliens uh, had arranged this word before human beings had uh, our own history. For example, this is Teotihuacan now in Mexico. Okay, Teotihuacan used to be a kind of a half airport for aliens, alien pilot. And this is Easter Island. So, uh, they landed here for the first time, at first, sorry. And Tahiti Island, Muria Island, as a matter of fact, just next to Tahiti, and in Maui, Hawaii uh, Island, but uh, Maui, next to Hawaii Island. And perhaps here Cambodia now, these, uh, this is a sort of a, a major foot, foot for aliens in uh, Southeast Asia. And this is Mohenjo Daro, the oldest uh, ruins or the oldest uh, culture in the world. And West Pole, that is uh, that's a, a, a cross point with uh, equator, uh, with the line from uh, Nazca to Giza. And Nazca is here. And these uh, f uh, lines make uh, roughly 45 degrees in every part of the lines, and also 45, uh, This is roughly, roughly, just roughly, yes. And Hawaii Island is here, Maui, and 90, deg 90 degrees. This is very sharp. And uh, and this island here, this is upside down. Uh, the earth is upside down. Tahiti Island, island, and uh, I mean South Pole is in the Upport and Tahiti Namado and these, these are for Guam, Namado, Tahiti, and East Island are on, on the same one straight line, and Namado to Teahupuken and Hawaii, and the angle between them is ninety. This is very uh, strange, or do you say uh, just, just just coincidence? Okay, you may say those. You may say so and line from east island exists uh, we'll have a look at this green line this kind of line comes from east island Tahiti, Namadol and gum this line goes straight to mohenjo daro and next this line is from tahiti and hawaii this line will come to where uh, comes to giza egypt directly do you say this is a coincidence Okay, this line from uh, Teotihuacan. To, uh, to this line comes from this again. Let's go to Mohenjo-daro, and, uh, and this line will go to perhaps here, Cambodia, now. And also, very interesting to know that this uh, west pole is here, right? The equator, uh, the line with uh, cross-point with uh, equator and the line from Giza to East Island. On the way there is Nazca. This is not what I found. And uh, this is, a. Uh, have a look at this green line. This is very interesting. This green line comes from East uh, uh, and Tahiti, Namadol and Gom. This line will come to Carver. Sort of a Mecca for Islam. And North Pole is here, just um, between the end. This line comes from West ball Red one. Red line comes from West Pole, and. This line comes from East pole. Just in the middle of the note here you can see North pole, okay? On the top. North ninety nine ninety and ninety degrees. This line comes covered Do you say coincidence? Kaba was or is apparently calculated mathematically or geometrically geometrically. And now as you see this word has been arranged. All ancient ruins were connected with strange lines, as these. But this is what I wanted, I wanted to, you to know. I mean that this world or the Zeus has been arranged mathematically by aliens, not human beings. So aliens in ancient times. Or would you repeat the word coincidence? whenever you know this fact, or you, when you face this fact i will show you some more examples in the following video number 169 thank you very much for watching see you again hello this is hiroshi hayashi Hamamatsu, city japan japanese version wa 6 pun 47 hajimarimasu. this is an english version for english speaking people here in this video i would like to show you only fact so it is not a matter whether you believe in me or not, but matter whether you accept these facts or not. Okay? Uh, it's very strange or a pity for me that still many people are skeptical about what I've been talking. So I'd like to explain uh, about the fact which I have found myself. Have a look at this. this. Is a fact. One east Island, Tahiti, and Hawaii. The angle between them 120. And the line will go to Giza, Strait, Egypt. And have a look at this map. This is east Island, Moria, just near Tahiti, next to Tahiti Island. Tahiti is a collection of islands, and Giza. This line will go to Giza. Okay. This line, the vertical line, will take you to Giza. Hawaii, this line comes from, of course, Hawaii and Tahiti, and the line is, will go to Giza, Egypt. Fact two East Island, Tahiti, Mo, uh, Moria Island, uh, Namado, Guam, and Mohenjo Daro are on the same straight line. This is fact two. Okay, here on this uh, Google Earth, Moria Island, Namado, Guam, and this line comes from uh, Tahiti and uh, uh, East Island, uh, and Namadola and Guam, and here we come to Mohenjo Daro. Fact three. This is Giza, Mohenjo Daro, and the angle between uh, here. Two lines is just 120.0 degrees. Okay? And the line will take you to Teotihuacan, 120.00. That doesn't matter whether. Oh, 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 oh. here is here, Giza is here, Mohenjo Daro, Pakistan is here. And the line will take you to Teotihuacan at an angle of 120.0 degrees. Fact 4. Here is a, a sort of a center of Mohenjo-daro, and there is a front approach, and the line will take you to Giza. I'll show you. This is a center of Mohenjo-daro, Pakistan, and this is the front approach of the Mohenjo-daro, and this green line will take you to Giza, Egypt. Okay. And another fact is that in uh, Mohenjo Daro is this. There is a very strange cross. I don't know whether, when uh, this cross was uh, made, but have a look at this uh, vertical, uh, horizontal line, red line. This is a strange cross mark, landmark here. And the red line will take you to Xi'an, China, Choan in Japanese. This is Mohenjo Daro, and this is Xi'an the red line. red line comes from uh, Mohenjo-daro and this is a very important fact there are three pyramids in Giza big, big ones one two three pyramid one two three right and connect pyramid uh, one and two uh, one and three the angle 19.0 degree line where the line uh, at the angle of 19.00 uh, take you to Wakan this is a fact not a coincidence also 45.0 degrees we take back to mohenjo-daro i will show you on the map pyramid 1 pyramid 2 and pyramid 3 and the line okay this is the line between pyramid 1 and 3 and the line at the angle of 90 0.00 degree will take you to straight Teodiwakan. And 45.0 degrees back to Mohenjo Daro. These are facts, and you can examine these facts by yourself on the map. And this is uh, Teodiwakan. And Teodiwakan has got also a front approach. This is the main. Uh, approach called Dead Man's Road or Dead Man's Parade. This road takes you to straight to Mohenjo Daro. Mohenjo Daro stands for Hill of Death. This is the Pyramid of the Moon. This is the main front approach of Teotihuacan. Uh, this, have a look at this yellow line. This line will take you to Mohenjo Daro. Vertical line is this. Have a look. Have a look, please. Have a look at this. Here we come to Mohenjo Daro. Can you be still skeptical about what I'm saying? Because this is not a sort of kind of science fiction, but fact. Fact lying in front of you. Okay? It's a very pity that and sad thing that still people are skeptical about what I'm saying. I have found in these videos hundreds and hundreds of facts, okay? And please remember that no one can use uh, my ideas in any case without my names or permission. This is very important and thank you very much for your cooperation and I need your カープレーション。Uh, Thank you very much. and See you again on video number 170. Bye.Hello, this is、uh, Hiroshihayashi, Hammamacity, Japan. This is a Japanese、uh, version. Excuse me to talk in Japanese. みなさん、こんにちは。まあこ uh, 今までずっと謎の点と線について話してきましたけども、 まだ私を疑っていいる人は多いですねしかしこれはあなたが私を信ずるとか信じないとかという問題ではありません、えー、なぜならばこれらは事実だからですではその中のいくつかを今日はお話したいと思いますなおこうしたアイデアは全て私が発見したものですですから私の許可なく転用転載盗用するのは禁止ですまずここのここを見てください右がイースター島です 真ん中が大使です。モーリア島ですね。大使のすぐ隣にあります。あの奇妙な形をした島ですけども、ハワイ島までが120度です。そしてそのハワイ島をまっすぐ行きますと、モーリア島からですね、ハワイを通り抜けていきますと、それがギザのピラミッドへと続くわけであります。この事実、事実1としておき,ておきます。この線ですね。この線がやがてギザへとつなぎきます。ハワイ から来た線ですねそしてここがギザのエジプト,ジプトのギザです事実2イースター島からテオティあ大七ですねそれからナンマドールガムこれらの4つの島は一直線上にありますそしてその一直線をまっすぐ伸ばしますとパキスタンのモヘンジョダロへ行きます地図で示しますイースター島モリア島ナンマドール 人工島島、ですね、ガム島これをまっすぐ伸ばしますと、えー、ご覧のとおりこの上の真ん中の線ですけども水平線ですねこれがモヘンジョダロへやっていきます事実3今度はこれあのプレハビヘアそれからガムギザモヘンジョダロですねこれは一直線上にありますそしてプレハビーヘアからモヘンジョダロで120度 正確に120度の角度を取りますとその線はテオティワカンメキシコのテオティワカンへと向かいます地図で見せあの説,明あの説明しますここがプレーヴィヒアですここがギザですモヘンジョダロですねそしてこの線を120度上へ行きますとテオティワカン行きます120度です正確に120度120度です事実4 モヘンジョダロには参道があります。この赤い四角がまあ、なってますか、中心部ですね。その中でも中心部には広場があります。こ,のこれがセンターです。モヘンジョダロのセンターです。これが、えー、参道ですね。まあ、フロントアプローチですね。で、この緑の線は、あこの線ですね。この線はまっすぐとギザのエジプトへ行きます。事実5。 このモヘンジョダロのすぐそばには奇妙な十字形があります。クロスがありますね。で、このクロスはまっすぐとシーアン昔の長安へ向かいますこのたあ。この、これがクロスですね。そして、この横の線が赤い線です。これがシーアンへ行きます。縦の線についてはまた後でいつか述べます。この赤い線ですね。でシーアンがここにあります。事実六 これが重要ですがここにエジプトのピラミッドがありますピラミッド1王の名前がついていますが意味がありませんピラミッド2ピラミッド3ですこの1と3のピラミッドをつなぎますこれはその真ん中の斜めの黒い線がそうですこの線を正確に90.00で構いませんから線を引きますとこれがテオティワカンへと行くわけです正確であればあるほどいいです そして45度、反対側に45度行きますと、正確に模片所樽へと向かいます。正確になやってみてください。これは実際の、えー、写真でやっていました。ピラミッド1、ピラミッド2、ピラミッド3ですね。そしてこのあ縦の斜めの線、右上から左下の線を90度、正確に行きますと、90.0とで言きましたの点90.00でも構いません。行きますとこれが テオティワカンへ行くわけです。そして四十五点ゼロゼロゼロでも構いません。これがモヘンジョダルエと向かいます。では次に事実七をお話し,します。これがテオティワカンの、えー、概略図ですね。この月のピラミッドの前にはあの参道があります。立派な参道です。この参道は死者の大通りと呼ばれています。 ななぜ死者ののかかその理由はすすぐ分かりますこの道はまっすぐ行きますとモヘンジョダロモヘンジョダロという意味,を意味は死の丘という意味です実際の写真で見てみます上が月,月のピラミッドこの縦線がその参道ですね死者の大通りですこの死者の大通りをまっすぐ上行きますと、まあ、ここから見れば北ですけどもその線が縦の線ですティオティワカンですねこれがずっと とアメリカ南北アメリカ大陸を横切りまして北極の近くを通って北極じゃありませんよ北極の近くを通ってそしてまあご覧の通りモヘンジョダロをやっていきますこのように世界は非常に幾何学的に、まあ、人工的にアレンジされているこれはほんの一例にすぎませんまたこれらの事実今日皆さんにお話しした事実は全て私が発見したことです どなたも流用転用投与はできませんのでご注意くださいまあこうした事実をもう何百と並べてきましたけれどもまだまあ何て言いますか私の言っていることを疑っている人が多いのはとても残念ですまあここに述べたことをご自身でお確かめになってそして私が言っていることを正しいということをご確認,ご確認くださいではまた皆さん See you! Uh, again on the video number hundred seventy. Bye.